明治東京連歌。オプション画面に行くの？僕がとっておきのマジックを見せてあげるよ。準備はいい？この名前で間違いはない？さあお立ち会いお立ち会い。手前ここに取り出したる陣中香はこれガマの油。ガマといってもそんじょそこらのガマとはものが違う。ご通行中の皆様、要望奇妙にして珍妙なるこの娘、親の因果が子に報い生まれいでたるは蛇女。お代は後で結構だよ。はい、入って入って。さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。西洋奇術博士が送る世紀の大マジックショーだよ。
ご覧いただきますこの箱、実は入れたものすべてをこの世から消してしまうという摩訶不思議な箱にございます。象、飛行機、戦車、何でも消してご覧に入れましょう。さあどなたか、自家用ジェットをお持ちの方はいませんか？今日はインドから象に乗ってやってきたという方は手を挙げて。はい、象をお持ちの方はいらっしゃらない。では今夜は特別にここにいらっしゃるお客様一人を消してご覧に入れましょう。はい、そこの可愛らしいお嬢さん。そう、そこのあなた。はい、舞台に上がって上がって。さあ、こちらの気の毒なお嬢さん、箱に入るとあら不思議、私が3秒数える間にきれいさっぱり消えてしまいます。ではお嬢さん、覚悟が決まりましたらこちらの箱にお入りください。さあ、勇敢なお嬢さんの運命やいかに、見事成功いたしましたらご喝采。では参りましょう。3 2 1。
あらあら、無防備だね。かわいい人間の娘じゃないか。食ってしまおうよ。意地悪おいでないよ。そっとしておいておやり。どうしてさ、寝ているみたいだし、ちょうどいいじゃないか。ほら、よく見てごらん。この子は。ああ、よかった。こんなところにいた。やあやあ、無事だったようだね、お嬢さん。これは僕のマジックショーに出演してくれたお礼だよ。どう？あったかいだろう？
ああ、違う違う。確かにマジックショーは失敗したけど、君のせいではないんだ。うん、いや、むしろ大成功と言えるかな。そう、少なくとも失敗ではないよ。マジックの趣旨からは外れていないし。ここはね、うん、ちょっと待って。日比谷ヶ原ってことは、つまり今で言う日比谷公園のあたりかな。それは実に難しい質問だね。単純に駅といってもいろいろある。残念ながら地下鉄はないんじゃないかな。うん、そうだな。強いて言うなら新橋ステーションが最寄り駅になるんだろうか。帰るってどこに？どこに帰るつもりでいるのかな、お嬢さん。帰る場所がわからないのに帰るんだ。それはまた随分難易度が高そうだね。そうそう、そうだった。実はね、さっきのマジックショーのことなんだけど、どうやら僕の不手際により君を本当にこの世から消してしまったらしいんだ。ごめん、急にこんなこと言ったら驚くよね。
でも安心して、僕は決して怪しいものじゃない。君をこの世から消したと言っても、何も僕が君のことを殺しちゃったわけじゃないんだ。そういう意味で消したわけじゃないから、どうか安心してほしい。いやいや、違うんだ。とにかく僕を信用してほしい。僕は極めて真っ当で善良な人間だってことを分かってほしいんだ。君を騙そうとか危害を加えようとか思ってないよ。ほら、この澄んだ目を見れば僕がいかに信用できる人間か分かるだろう。おや、どうしてこんなに好青年なのに。またまた冗談きついな。まあまあ、とりあえず落ち着いて。怖がらせてしまったお詫びにいいものを見せてあげようじゃないか。魔法じゃないよ、マジックさ。そう、よかった。やっと信用してもらえたみたいで嬉しいよ。手強いな。どうしたら信用してもらえるんだろう。いやいや、ちょっと待ってよ。鳩でも信用してもらえないなら他の動物を出そう。そうだ、ライオンはどうかな。ライオンを出したらさすがに信用してくれるよね。じゃあワニがいい？いや、キリンにしようか。それともゾウ？お嬢さん、待ってよ。女の子の夜道の一人歩きは危ないよ。
駅かね。新橋ステーションならこのお堀沿いに歩いて行けば着くけれどね。いや、しかしあんた随分とハレンチな様相だね。やれやれ、これだから最近の若いもんは。おやおや、ぼんやりしてたら危ないよ、お嬢さん。いやあ、偶然だね。また会えて嬉しいな。あれ？おかしいな。どうして僕はストーカーを見るような不信感たっぷりの眼差しを向けられているんだろう。僕がいなかったら君はもう少しで馬車鉄道に引かれてしまうところだったんだけどな。つまり僕は君にとって命の恩人ってこと。うん、だから馬車鉄道だよ。
この時代の路面鉄道は馬が動力なんだ。日本では電車が実用化されていないからね。どう説明したらいいんだろう。つまり今の君は電車の通っていない時代に存在しているってことになるんだけど、まあ早い話、ここは明治時代の東京なんだ。君は僕のマジックによって平成から明治へタイムスリップしてしまったというわけさ。ちょっと待った。君、やっぱり状況がよく分かってないだろう。じゃあ聞くけど、君は一体どこに帰るつもりだったのかな。まあまあ、お嬢さん、落ち着いて。君が混乱するのも無理はないよ。時代を超えるっていうのはなかなかの大仕事だからね。慣れてないとすぐには頭が順応しないんだ。少し時間が経てば混乱も収まるはずだから、それまで安心して構えていればいいね。厳密に言うと銀座の尾張町だね。なあ、現代だと尾張町っていう住所は残ってないんだけどね、多分銀座4丁目の交差点あたり、日本で一番地価の高いところだ。うん、本物だよ。ここはちょうど銀座レンガ街と呼ばれていた大通りさ。いやー、ハイカラな街並みだね。日本人が見よう見まねで西洋の建築を真似たものだから、どこか和風な趣もある。
それもまた風情があっていいじゃないか。え？ああ、名前ね、名前。僕の名前はチャーリーだ。君のその猜疑心に満ちた鋭い眼差し、たまらないな。いや、なんでもない。ところでお嬢さん、君の名前も聞かせてくれないかな。名前だ。あれ？もしかしてお腹が空いてるのかな？そうだよね。僕もできればこう小腹なんかを満たしたいところだけど、残念ながらお金がない。鳩もライオンもワニも出せるけど、ハンバーガーやサンドイッチは出せないんだよね。残念ながら。あ、いいことを考えた。うまくいけば、僕たちは豪勢な夕食をただ食いじゃなくて、ご馳走してもらえるかもしれない。問題は、うまく潜り込めるかだけど。いや、こっちの話。じゃあ早速行ってみようか。はい、到着。
どうしたの？ハトがマシンガン食らったような顔してるけど。誰も住んじゃいないよ。ここは明治政府が威信をかけて建てた、いわゆるパーティー会場だ。そう、君も知ってるはずだよ。教科書にも載ってるぐらい有名だからね。六名館へようこそ、お嬢さん。もちろん本物だよ。というわけで早速侵入してみようか。ああ、言い方が悪かったね。こっそり潜り込んでみようって言いたかったんだ。済ませてごらん、あのにぎわいっぷりよ。きっと中では盛大なパーティーが行われているに違いないさ。僕の推理ではね、すんごいごちそうが用意されていると見ているんだ。ステーキとかローストビーフとか寿司とか北京ダックとか。僕を誰だと思ってる？世紀の大奇術師チャーリー様に不可能なことなどほとんどないのだよ。心配することはないよ。正面玄関さえ突破してしまえばこっちのものだからね。こうするのさ。ちょっと失礼。世にも不思議な魔法のマントでね、ひとたびまとえば存在が消え背景と同化してしまうという便利アイテムなんだ。今僕らの姿は誰も目視できない。つまり透明人間になったも同然なんだよ。便利だろう。楽しみだな、豪華な料理。やっぱりごちそうといえばステーキだよね。
はい、お疲れ様。もう出てきていいよ。そんなわけないさ。僕は魔法使いじゃなくてただの奇術師だ。この程度のマジック、奇術師レベル3ぐらいで習得する簡単スキルだよ。ちなみに僕は奇術師レベル75だけどね。ああ、すまなかった。大丈夫か？本当に大丈夫かい？怪我は？そうかい？ならいいのだが。大貝さん、何してるんですか？勝手にいなくならないでください。こんなところで放置されても困ります。ああ、すまない、俊宗。そう険しい顔をするんじゃない。何か絵の題材になるようなものはあったのかい？ここは空気が悪すぎます。目が痛くて絵の題材を探すどころではありません。おや、そいつは残念だ。たまには俗物に触れてみるのもいいと思ったのだけどね。醜悪な要素も芸術には必要だろう。またあなたは公衆の場でそんな問題発言を。このご婦人は？
うん、今知り合ったばかりなのだよ。ちょうどお茶にでも誘おうと思ったところでお前という邪魔が入ったというわけだ。オーガイさん、あなたは相変わらず前衛的なものをお好みのようですね。もう今夜は十分油を売りましたよね。長いは無用です。さっさと帰りましょう。こら、待たないか春草。まったく、お前というやつは。いやあ、いきなり有名人とご対面だね。そう、今のは森林太郎というより森鴎外と言った方が分かりやすいかな。そして彼と一緒にいたのは日本画家の菱田春草だよ。名前は聞いたことあるだろう。今夜のパーティーはすごい顔ぶれを揃えているようだね。あそこにいる学生服の彼は幻想作家の泉鏡花だ。不衛生だな。こんなところでよく食事ができるよね。どいつもこいつも。パーティーなんて雑菌の温床でしかないよ。だから来たくなかったんだ。おや、京香ちゃんじゃねえか。なんだ、川上か。なんだなんだ、冷てえじゃねえか。お前の唯一の友人とこうして相まみえたっていうのによ。はあ、僕をちゃん付けで呼ぶようなやつ友人にした覚えはないよ。あら、笑った顔も素敵だわってところかな。うんうん、見とれるのも無理はないよ。彼は川上音次郎といってね、新進気鋭の若手役者なのさ。